また中脳に行て師匠の内側かい。両肩甲体骨盤の可動性理解が良好理解は良好。えまあこちらの方ですね手術されたツー2パートの骨折の方こちらの方をですね、えー、についてちょっとご説明をさせていただきたいなと思います。 えー、このロッキングプレートを使われた方なんですけども、笠井先生らはですね、ス、え、リーパートの骨折においてですね、ロッキングプレートの術後成績としてですね、えー、自動居場の可動域を約125.9度、JOC、えー、エースーをですね、84.4点というふうにご報告されています。また、隋内定でもですね、84.5点、もうほんの近似してますよね、このと報告しています。 で、こちらの部分、なぜこのような点数になるのか、なぜこのような平均角度になったか、ということをちょっと推測ではございますが、紐解いてまいりたいと思います。先ほど出ました。こちらの方ですね、大結節、憲法があって、鍵板が挟まれている。こういうふうな位置関係になっている、ということをご説明させて今いただきました。 で、今更ながらですね、これらの成績の一要因としてですけれども、術後の運動療法にて、大結節が憲法下に通過できていない。または、その通過量の少なさが原因ではないかというふうに推測いたします。えー、よくですね、まあ、なぜこういうふうに考えるかという、申しますと、よく、肩関節周囲炎の方お見えになります。 骨形態に問題はないわけですね。ですが、やはり130度ぐらいですごく止まってらっしゃる方、非常に多いんですねで。そういう方はエコーで観察しますと、まあ、ほとんどの方がですね、憲法とか当たっていて、まあ、ギリギリなんとか130度程度上がっているというような方が多ございます。なので、この通過障害がおそらく原因ではないかということが想像できましたので、このようなことをちょっとお伝えさせていただきました。 で、特にこの大結節。まあ、こんだけ広くあります。上面、中面、下面とございますが、特にこの上面ですね。ここの部分が通過していないということが問題ではないかと思われます。で、えー、こちらの方ですね。術後早期の運動療法。 ということですので、まず我々はよくストゥーピングエクササイズ、お辞儀をして手を垂らすというふうな運動をさせていただくんですけども、こちらの方ですね、肩甲骨を固定するものと骨頭を骨折部で恥じするもの二人に分かれて手はかかるんですが、やっております。 まあ、その準備運動としてはですね、えー、まあ、さらっと行きますけども、やはり投薬でですね、えー、痛い痛い、術後で痛いとかおっしゃってる患者さんですので、疼痛管理、薬剤師さんとかですね、看護師さんとともにですね、えー、痛くないようにできるだけ普段から過ごしていただく。えからよく睡眠をとっていただく。ね、寝る時の枕の位置とかですね、すごくそういうことも気を配って、そしてその後、三角筋の装着法なんかもしっかり、えー 90度ぐらいで安静した、安定した状態で保っていただいて、とにかく痛みを少なくするということを心がけていただくようにしております。そしてですね、え、南部組織、ストゥーピングエクササイズをする前にですね、え、南部組織の滑走性の維持と改善ということをいたします。 でこちらの部分ですね最初アプローチをご理解いただきましたですけれどもこちらの部分ですね皮膚の部分をこのような感じで,ですねよいしょとこう動かしたりもします。 こんなの、こちらの部分、皮膚の部分からこちらの部分ですね。まとめて1分もやらないぐらいです。横方向と縦方向に、ほんの少しずつ毎日動かしていただければ結構です。それから、こちらのも自動運動で結構なんですけども、しっかり胸を、こちらの部分、およそこちらの部分をターゲットにしているんですが、しっかり胸を張らすということで、えー、組織間の滑走性を出す。そして次、横方向なんですけども、 こちらの部分になってきます。アプローチがこういうふうに流れておりますので、横方向に動かしてあげると。まあ、こちらもそんな10分、20分もしっかり動かすと、そういうわけではございません。それこそ、もう5、6回こう、しっかり動かして滑走を出すということで、術、え、後、ー、早期ですから、炎症を、余分な炎症は作らない程度にしっかり乾燥性を出すというような感じでやっていただければなと思います。 それからあ、やはり、あれですね、手術後、すごく肩回り、力入れて、凝っちゃう方も見えます。なので、肩甲骨周囲筋周りも、リラクセーションを、させていただきます。 まあどうやってやるかということをスライドでご説明させていただきたいなと思います。僧棒筋上部繊維の筋収縮練習なんですけども、憲法からあが外交と隆起あたりに向かってですね、こちらも近づけるというような感じで、えー、何度か10回程度ですかね、えー、反復収縮を繰り返したりいたします。 えから、僧帽筋上部のストレッチングなんですけど、筋収縮の後に必ずストレッチングをさせていただくんですけども、こちらの部分ですね。手,手つきとしては、僧帽筋の上部繊維を浮き上がらせるような感じで、こんな感じで、よいしょ、という感じで、えー、ストレッチングさせていただきます。中部繊維のストレッチングもですね、こんな感じで、胸郭から、 胸郭から僧帽筋を引き離すというような感じで、えー、滑走性を維持するようなストレッチングをさせていただいております。長、えー、軸方向に引っ張るだけではちょっとございませんでですね。まあ、そういう工夫をさせていただいております。それから、えー、肩甲虚筋の収縮方向なんですけども、えー肩甲えー、肩甲骨の上角からですね、第1番から4番目あたりの大時に肩甲虚筋はつくというふうに言われておりますので、こことここを近づけるように収縮。 させたりですね。それともハンは逆方向に健康虚筋のストレッチングも、1から4番目の応答器を上角を引き離すというような感じで、ストレッチングをさせていただきます。 はい。それから、僧帽筋と肩甲虚筋ですね、えー、表裏一体でこう繋がっており、あの、裏打ちされておりますので、ここの部分をできるだけこう引き離すような感じで、感じです。あの、実際にエコーで見てみますと、実際に本当に引き離されるようにこういうふうに動いているかというと、そういうふうには見えることはございません。そんな引き離されることはないんですけども、まあ、できるだけ手を入れて、この滑走性をできるだけ大きく動かして差し上げると、筋膜と筋膜、その間にある結合組織の滑走性を少しでも出たらいいなというような感じでさせていただいております。 こんな感じですかね。